1990年の日本ハムファイターズでは、1990年の日本ハムファイターズの動向をまとめる。このシーズンの日本ハムファイターズは、近藤貞雄監督の2年目のシーズンである。近藤監督の1年目を5位で終えたチームは、主力投手の金沢次男をヤクルトへ、金銭トレードで放出するなど戦力を再編。打撃陣は切り込み隊長の島田誠の衰えもあり、 鈴木圭介が一番を打つことが多くなるなど、若返りが急速に進んだ。チームは前年優勝の近鉄が開幕からで遅れたこともあり、夏場以降、近鉄、オリックスと2位争いを繰り広げた。8月には2位に浮上したものの、投打の戦力が厚い西部の独走を許し、9月23日には西部の胴上げを敵地、西部球場で許した。 結局 A クラス入りはならなかったものの4位に食い込み、シーズン勝ち越しで終了。投手陣では、不動のエースとなった、西崎幸弘や柴田康光、松浦博明などに加えてこの年入団の境、三次郎がローテーションに入り、3年目の武田和弘が、抑えとして活躍するなど盤弱でに桁勝利投手を多く輩出し、チーム防御率もリーグ2位と検討したが、 打線の頻打に泣いた。打撃陣では、鈴木や中島明氏などの若手が対頭したが、かつての4番、トニー・ブリューアは成績を落とし年齢面もあって対談。オープン戦は、不発で、近藤監督から4番として失格と告評されたマット・ウィンタースが35、本類打を放ち、本類打大争いの常連となった。 近鉄のラルフ・ブライアントや西部のオレステス・デストラーで脅かした。対戦成績ではオリックスに16勝10敗と勝ち越し、近鉄には13勝13敗と検討した。シーズン終了後、島田が地元球団の大英にトレードで移籍した。ありがとうございます。